マリウス・プティパ・マリウス・プティパ3月11日、マルセイユから1910年7月14日、クリミア・グルズフは、帝政ロシアで活躍した、フランス人、バレエダンサー、振付師、台本作家、クラシックバレエの基礎を築いた人物である。日本語では、マリウスとも表記、マルセイユに生まれる。父はバレエ振付師、ジャン・アントワール・プティッパ、母は、女優。 ビクトリン・ヌ・モーレル。兄はバレエダンサー、振付師のリュシアン・プティパ。出生時にはミシェル・ビクトル・マリウス・アルフォンスと名付けられた。1831年にブリュッセルのモネ劇場で初めて舞台に立つ。その後ベルギー独立革命を逃れて1835年頃からはボルドーでダンサーとして活躍し、1838年頃からはなんとで活動する。 1839年の北米巡業の後、再びボルドーに戻るも、工業主の破綻により1843年より4年間、マドリッドに活動の拠点を移す。1847年、サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場にて、プリンシパルダンサーとして契約する。プティッパがスペインを去ったのは、スペインでのジョージのためとも言われる。その後は、 マリーンスキー劇場でダンサー振付し、台本作家として活躍を続け、1869年に同劇場のバレエ監督に就任。1904年の退任まで眠れる森の美女以下の三大バレエと呼ばれるチャイコフスキー作品をはじめ、数多くの作品を発表した。また1855年から1887年の間、 付属バレエ学校の校長も務めた。プティッパはグランパドドゥの確立を行った晩年は、クリミア半島のグルズフで療養にあたり、1910年、この世を去った。プティッパは60近くの作品を制作しており、その中には現在でも上演されている作品も多い。中でも、チャイコフスキーの音楽による、眠れる森の美女、くるみ割り人形、白鳥の湖や、 レオンミンクスの音楽によるドンキホーテなどは世界中でクラシックバレエの古典リパートリーとして上演されている。また他の振付家による作品の改訂でも有名でジゼル、ラバヤデル、海賊、エスメラルダ、コッペリア、ラフィユマルガルでセムシの子馬が知られる。特に前2社は今日でもプティッパワンあるいはそれを元にした改訂版の上演が多い。なお、 白鳥の湖は、プティッパの代表作とされるが、実際には、ベンツェルライジンガーの振り付けで初演されており、再演にあたってプティッパが、レフイワノフと共同で改訂を行ったものが好評を得て定着したものである。ありがとうございます。